入ったりするんけ、ほら、もう誰と住むよらんけ、ほら、家は。うたくら初めてじゃん、こんなピッツ。すげえ。お父さんも初めてながやろ。ちょっととんでもないとこに。でも、こういう道は何回も行ったことがある。だいぶ霧がかかってますね。まあね、あっちで完璧です。そこ右。これ？右で入る。あそこ。そう、ずっとまっすぐ。登山機構、初めて登る宝印山、頭を吊る。大丈夫だけど、気をつけてね。このルート、標高差わずか 31.6 メートルですが、大小8カ所のピーク越えがある。雨の後で結構滑る。登ってきますね、どんどんこれ。ありがとうございます。よいしょ。ずりっと落ちるとこ取られちゃったら恥ずかしい。ゆっくり行けよ、ゆっくり。いました。記念に写しておき。いらないです。
です。はい、今から下山します。降りてきます。はい、どっちもどっちだった、うん、一緒。わあ、こんな風だったっけ。滑るで、ゆっくり行き、ゆっくり。はい、よいしょ。ぐちゃっ。
きつい。こんな気持ちだったっけ。よいしょ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 。こんな気持ちだったっけ。よいしょ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 。よこしょ。よいしょ。よいしょ。もうちょいもうちょい。きつい、結構きつい。鉄塔出てきた。はい、鉄塔へ帰ってきました。ただいまただいま。こんなとこから来たっけねえ、そうか、こんなとこから来たわ。ただいま。はい、帰ってきた。お疲れさん。お疲れ、お疲れ。はい、帰ってきた、帰ってきた。パンツヨーロッパが。靴も入れたね。靴も入れたね、関係。この道が一番怖い。どこどこ。あ、この道か。この帰り道が一番怖い。この帰り道が怖い。まあ、何狭い気よ。自分で登る分にはいいんだけど。狭いって怖い。私も前に怖い思いしたわね。ここじゃなかったけどね。ここがもっと広いけど。これは怖いですよ。うんうん、ここね、まだマシな方でね。ほんまに。ここでマシなの？うん、こういうマシな方。時間があるので、飲み湾で釣りをするダイソーで買った超安い竿で、餌はちくわを小さく切ったもの。すごい。すごいやんね。はい。はい。はい、バイバイ。あ、飛んだ。行った。もうどこ行ったか分からなくなっちゃった。どこ行ったか分からない。ありがとう。